暴言兆候ですか今日。今日暴言兆候。菊池さんお久しぶりです。久しぶりです。ねえ、楽しみね、久しぶりじゃないですか。おーちゃんさんも3ヶ月ぶりですかね。3ヶ月ぶりですよ。お母さんお久しぶりです。前回釣りしたじゃないですか。はい、姉から僕ずーっと一日の休みなく仕事して、あれ以来の釣りなんですよ。もう仕事しかしなかったです。じゃあ今日は釣らなかったです、ね。何が釣れるんですかね今日。何が釣りたいですか。ブリ釣りたいですか。いるんですか。ブリいますよ。ブリいる。いるんですか。青出てるらしいですよ。ブリがいる。セクハラじゃない。セクハラだよピョンちゃん釣るって。釣るってどういうことだよ。セクハラもっとそういうなんかちょっと細かく説明してもらう。ですよね。本件は神様ならでは。いやもう直今日幸せですよ。お南さんと一緒に入れるだけで。頑張りますね。はい。ますからね。今日ちょっと巨大なブリが釣れるそうなんで。はい、釣りを教えてください。今日は任せてください。しっかり教え込む。よろしく。いいんか。何いいんか。どういいよ。やっちゃっていいのかこれ。いいよ。それはつくわけないよ。もう音声入ってる。マイク反応してる。おい息してるか。釣れるといいね。一発ね、でかいのが。皆さん入っちゃう。いない。おーちゃんいきなり。浜を。浜をじゃない。浜を。水でかいんじゃない。ピョンちゃん来そうですね。もうそろそろ。でかいのが来ます。よしよし、釣れちゃった釣れちゃった。でかいでかい。何ですか。それこれ何ですか。奇跡奇跡。おーすごい、すごい。こんなトラギスカアナハゼ、めっちゃ嬉しいですよ。この先に見える絶対領域が俺たちに希望をくれるんだよ。この絶対領域。ちょっとピョンちゃんさん、ちょもう絶対領域で釣りに集中できないです。もうこっから動けないです。自分この画角から集中してください。釣りできないですもん。この画角で。菊池さん、やっぱ男だけで行くより女性がいた方がいいよね。まあ、釣りにはならないけどね。釣りにならない。ならない。もう意識がもうもうずっとボッキしてる。ちょっとセクハラ言ってますこの人。言ってるんですか。大丈夫、聞こえてないから。聞こえてるよ。何やボッキって。やっぱでも男同士で行くとちょっとむさ苦しいじゃん。男同士でボッキすることないだろ。そうだな。ま、やっぱ女性がいることによって癒しの空間、これ無料キャバクラだと。 ASMR。 ありがとうございます。やっぱり釣りはいいな。当たった。おるおるおる。カメさん当たった。当たった。おる。ちょっと一匹吸って巻き上げてきたら。よし。ピョンちゃんうまいじゃん投げるの。うまい投げれてる。あとはもう食わせるだけよ。うん。釣りに集中できないっすわ。すぐ巻いちゃって。来た。来た。来た。ボイルボイル。ボイル行って行って。ボイルボイル。ボイルボイル。ボイル。魚が食っとったんだ。来た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 。巻いて。あ、違いへ。いや、ピョンさんこれ釣りガール厳しいでしょ。厳しいです。甘くないでしょ、なかなか。甘くないですね。ねえ。本当にもうとんでもないセクハラ落ちたのここまで。だんだんストレス溜まってきたでしょ。こっからですよ。こっからですよ。うざがらみは。いやーでもおーちゃんさん YouTube 界は厳しいですね。あー待ってないですよ。ねえ、もっとどんどん絡んでってよ。気が止まんねえんだわ。なんてお前、お前何考えてんだよ本当に。集中できないか今日。釣りに集中しろよ。いや
や、おっちゃんすいません、今日ちょっと謝らなきゃ僕。何ですか、これ。いや、もう釣りをせずにもうピョンちゃんのことしか考えてないです。今もう釣りは 30% で、今自分の意識の7割がピョンちゃん。菊池さんどうよ、どうよ。まあよかった、今日はたまらん、治ったから。俺治ってきた、治った。うん、いや、ピョンちゃんどうですか釣り。ちょっと一匹釣りたいですね。お前何食べとん。おにぎり。俺はなんとな、バジル入りクリームチーズバスケットサンドスモークサーモン。絶対美味しそう、それ。うまそう。これです。うまいかな、その味覚の価格。やっぱりいいよ、ここ。この割れ目がすげえいいよ、これ。なんか舐めれたらやばそう。前だけで作ろうかな。はい、みなみさん、はい、知ってください。釣れますよ、あの穴に入れたらいいんですよね、ぴょんちゃんね、うん、あの穴に入れてください。あそこです。あの穴の中に入れてください。はい、はい、今なんか変なこと言った。なんて言った。菊池さんどうしたんですか。穴に入れさせてくれ。どう思います、これ。ちょっと違うか。いや、神様、今出たんですか。出てバラしちゃいました。マジで。じゃあピョンちゃん釣ってください。おるよ。ピョンちゃんはできると思う。浜を出たから、はい、もう一回浜をぶち込んだら、そう、さっき食い逃して出たと思って出てくるから。いけ。奥に入れて、沈めて。あ、もっと奥だ。奥までいいです。一番奥まで。奥までの方がいいですよ、ね。そう、なるべく奥の暗いところに。奥の方がいいよ、これ。入るまでやるんだよ。入るまで。何度も。そう。そう。しこちゃんカメラ。よし、おちゃん。神様だ。もう神様やばいでしょ。神様だ、アンケルやばい。もう。だが、ここでピョンが釣ってくれたら完成だよ、動画が。いやー、小川さん今日ちょっと集中できないです、自分。釣りに。いやー、おちゃんさん YouTube 界も本当にいろいろありますからね、ここで言えないことが。本当ですよ、やばい、言えないことだらけで困ってます。自分も言えないですよ、結構やばいこと多いんで。やばいですね。気をつけてください。闇深いから。 YouTube 界の闇も深いですよ。闇深です。食った。お前食ったんか。出た。ついに出た。でかいの。うわー、でかい。お前ドラグでかい。やばい、菊池さん。ドラグ、お前ドラグ締めすぎだよ。でかくねえか。でかい。今日でかくねえか、これ。でかい。ちょっとでかいぞ。でかい。うわ、やばい。でかい。うわ、やばい。でかい。よっしゃ。うわ、70来た。ちょっとでかくねえか。出た。70か、これ。65ですか。何センチ。68。やりましたね、菊池さん。70弱。やりましたね。跳ねるときちょっとでけえなと思ったよ。ちょっと気をつけて。ねえ。すげえよ。すごい。70。ちょっと。みなみさん、はい、やばくないですか。やばい。ちょっといいですか。ちょっともっと持って。危ないよ。突き出して。あ、俺が釣ったの。突き出して。倍ぐらいある重さは。上げましょうか。うわあ。でかい。これはすごい。でかい。いいね。めっちゃでかい。ぐりぐりですね。よし、もう一匹釣ってくれ。いや、やっぱおもちゃさん釣りはいいですね。釣りはいいですね、やっぱり。ねえ、あと虫取りガールもいいですね。そうですよ。はい。これで、ね、いろんなこと学んで吸収して、ねえ、吸収してくれればなと思うんですけど。釣りガールとしても、もし釣りガールはどうですか。釣りガールは厳しいね。いや、釣りガールとしてもいけるでしょ。いけるかもしれないね。うん。絶対領域釣りガールっていう。何すかこれ。コアマンのアルカリシャットです。コアマン。え、コアマン。コアマンの、ほら。やばくないですか。アルカリシャット。
これやばくないですか。やばいですね。もうちょっと差し方が良くない。いやちょっとピョンちゃんが今来たんだけどドラグを締めすぎてて切れちゃったと。切れちゃう。ラインブレイク。これいやでかかったかも今。多分今7丸ぐらいありますね。あったよね。ちょっとドラグ緩めよう。ドラグこれぐらいなら。そうだね。マジでねそこ緩んでたら大丈夫だった。やっぱアルカリシャットだね。これ今こうやってついてました。さっきこうやって。そうだね。逆こう青い方が上。いやいやアルカリシャットっていう浜王みたいなコアマンの。こうです。これこうです。そう。それで菊池さんどうですか。うん、でかいのついて満足です。もう一匹釣ってくださいよ。満足。満足。みなみさんどうしたんですか。何食べるんですか。何だと思いますか。ちょっと見せてください。何食べるか。何ですか。おにぎり。うまいですか。さっきよりベンジだ。どうした。ちょっとおーちゃんさんも釣ってください。でかいの。でかいの釣りたいですね。あれあれぴょんぴょん来た。ダイヤ根がかりだ。よっしゃよし、ナイスナイス、来たか。よし、落ち着けよ、落ち着けよ。落ち着けよ。でかくない？ちょ、でかくね？これでかいぞ、根がかりじゃなく？でかい。よっしゃ。ゆっくりゆっくり、そのまま耐えて。ゆっくり巻いて。持ち上げて。持ち上げて、ゆっくり巻く。おる？重くないか？でかくねえか？ちょっとでかいぞ、これ。ゆっくり持ち上げて、持ち上げて、ね、根に巻いたんだ。巻いたんだ。ちょっとみんな、ちょっとみ、ぴょん。ちょっと今顔が怒ってる。もっと怒っていいよ。いい加減にしろでいいよ。いい加減しろ。ああ。いやーこのね、生めかしいこの、これ釣れそうだな。ここで出したら神様よ。一発やっぱりますよ。いますよ、あの奥。うん、あの奥。意外に投げれるんだやっぱりね。いい感じでしょ。柱に引っかかるかもしれない。さっきの惜しかったですね。お母さん大きかったですよね。いやでも僕はね、あのもう美脚一本なんで、もう今日はもう釣りプラス癒し、はい、俺も出るか 出ないかな。何が出るか出ないか。どういうこと。出たんだよ。何が出たんだよ。俺は出たんか。出たんだ。出したんかい。出したんだよ。菊池さんがもう疲れてますね。ちょっとあのさっき多分ぴょんさんの一言で、はい、菊池さん意外にメンタル弱いんで、あのちょっと一言でもう、まあまあガラスのハート、ガラスのハートなんで今ちょっともうあんな状態になりました。皆さんやっぱ GoPro で撮影ですね。これ釣りはね、この1回のシーンを撮りたいんで、そうちゃんとバイトシーンをこれで撮る、はい、バックリシーンを撮ります。お願いします。よっしゃ、何投げようかな。うーん、悩んじゃうね。こういうのはダメなのかな。やっぱ浜王と絶対領域ですよ。浜王と絶対領域。はい。またルアー君ちょっとこう好きですね。すいませんおーちゃんさん。やっぱぴょんちゃんその絶対領域って名前がいいですよ。ありがとうございます。はい。浜王28グラム。そのね、あ、つうかその皆さんちゃんと覚えてください。そのなんていうのかな、ここでこのダメージを覚えた膝小僧、これもまたポイントになるんですよね。そうなんです。そうこのダメージングブローで膝が赤くなってそれさちょっと頑張りすぎじゃない、これ膝ここで膝が赤くなってる。そうだね、そんな暇ない。そうだね、釣りしたくないね。もう最近はもうセカラとかうざいじゃないですか。あ、うるさいじゃないですか。そうですね、めっちゃうるさい、厳しいですよね。
逆ですね。逆セクハラです。ここを見ろ。ここを見ろって。ここにパワーが溜まっているんだ。ちょっと、おーちゃんどう？来る？いやー、もうわかんない。ちょっとおーちゃんにも一匹、ちょっともう一匹。でかいの。釣ってほしいね。絶対領域プラスおーチャンネル。お茶さんどうすか、ルアーは。いやールアー反応ないですね。ローリングベイト使う。ローリングベイツ。ローリベイ。ローリベイ。ラーローリベイいいっすね。ローリングベイツ。ローリングベイツ。これ餌なんで。菊池さんのバランス。菊池さんのバランス。はい、はい、もちろん。すごい大きいですね。いやでも俺たまには釣りしないとダメね。そうです。ここでピョンちゃんが一泊釣れば来るか？出るか？どうですか？出ない。一回さっきのところちょっとやってみてダメだったらどうします？亀様のその自分が嫌われることを恐れずカメラ小僧になりきるこの度胸いいでしょ。すごい、はい、嫌われてなんぼっていうカメラ小僧の鏡ですよ。キウさんワラサオルってブリも来てるってよ。やべえよブリ。ブリ聞きたいな。ブリおるかもしらん。巨ブリがな。とにかく投げて巻いてくれ。目の前で釣れてるんだよ。もうそこで釣れた、沈めてやるんだ。ワラサを食料くれるって。目の前で釣ったブリを食べるって。やったー。すいません、ありがとうございます。どこどこジャンプした、投げたんすか？投げた。ちょっとこれ危ないですよ。やった。じゃこれブリじゃないですか？80近いかな。すごいっすね。じゃあブリだったんだ。ブリだったかもしれない。これだったんだ。これだったんだ。すごかったから引き方。代わりに釣ってくださったんですね。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうよ、あと一匹ちょっと頼むよ。いやまだちょっとさっきバラしちゃったんで、もうピョンちゃんが聞いて集中できないんですよ今日。集中してくださいよ。5割をピョンちゃんに取られてる。7割を取られてる。そうで釣りが3割ぐらいになってます。おーちゃんさんどうですか？いやー厳しいですね。ねえ、もう切磋琢磨ですねお互い。そうでもお互い高め合っていってもらわないと。はい、どうですか？厳しいですね。船酔いとか大丈夫ですか？船酔いは大丈夫です。私よだれすごい出る人なんで。あ、なるほど。朝半期が強いんだ、はい、このだからスキューバダイビングやってるからアウトドア余裕なんですね。アウトドアは結構好き。サバイバル、サバイバル、サバイバル、映画サバイバルえぐいよ。サバイバルめっちゃ好きです。まず菊池さんやべえわ。やべえ。どうよ魚の状態は？魚はおらんで、ちょっと。そっか、さっきでもでかいの来たでな。ブリも一匹で取るし。それがなかなか続かないんだ。そうだな。さあ最終ポイント来ました。ピョンちゃん頼みます、はい、もう一回投げて。タンカーの隙間に。ああこれで釣れたら。
ワームをまっすぐに流して、ちょっと決定的瞬間撮るよ。ぴょんちゃんの美脚釣りガールが。こんな感じで。うん、はい。キバを。ぴょんちゃんね、もう、モデルやってるから、もう撮られ慣れてるよな。だから何ってなってる。撮る人があれですよ。重要ですよ。撮られ慣れてんだよ。もうちょっと飛ぶ距離が欲しい。飛ばす距離ですか？うん、次で釣れるかも。ちょっともう一回付け直しますね。はい、結構一投目二投目がね、バグったら結局一発で来るよ。そんなよく見えるんですね。うん、領域美脚釣りガールが絶対に行けますよ。そう、絶対領域と魚釣り来た。絶対領域来た。来たか。でかいぞ。でかいぞ。ちょっとでかくない？嘘。落ち着いて。耐えろ。落ち着いて。耐えて耐えて。いいよ。お、跳ねた跳ねた跳ねた。跳ねた跳ねた。美脚釣りガール。やばいぞ。よっしゃ。耐えて耐えて。ナイス。でかいぞ。耐えて。ゆっくりゆっくりね。耐えろ。落ち着いて。焦るな焦るな。よっしゃ。あれ。よっしゃ。ナイス。やった。でかいでかい。やったー。スレッド。わ。でかくない？でかいこれ。メッシュ。ヨンちゃん。ヨンちゃん。メッシュ。よっしゃ。これどれぐらいですかね。あ、やばい。シーバスがイワシを吐きました。カタクチイワシ食べてたんですね。美味しそうなね。やりました、やりました、やりました。はい、いいね。釣りましたよ。なんとも言えん撮影会みたいな。もうこうやっぱ絶対領域でこんな感じで、うん、これはいいね。釣りました。もうちょっと前出した方がいいかも。 OK、 やりましたよ。何キロぐらいあるんだろう。何キロ、4キロ。あのバラしたやつはね、もっと80ぐらいあったよ。ありましたよね。でかかったと思う。釣れました。あ、違う、そんなんじゃなくて、こうこうです。もっと辛そうな感じで下を見ながら、ようやく釣れましたみたいな。なんか難しい。細かいやろ。どうぞ。ようやく釣れました。大きな大きな。あ、今のいい。もう一回、もう一回どうぞ。ようやく釣れました。素晴らしい。おじゃ来た。来ましたよ、神様。でかい。いや、あんまりでかくないと思います。なんか寄ってくるんで。よっしゃ。よし、ナイスナイス、おじゃ。お、よっしゃ。いいよ。お、いいよ、際で。よっしゃよっしゃよっしゃ。ちょっと波来たもんで揺れますからね。ゆっくり。サイズは？あんま大きくないんじゃないかな。どうだろう。あんまドラッグ出してたもん。あ、いいじゃん。あ、そんなに大きくないか。50ぐらいでしょうか。さっきのバレたのが良かったもんね。でもナイス。そうですよね。食った。よっしゃ、メッシュ。はい、入りました。よっしゃ。50ぐらいか。いやー、皆さん、やっぱ釣ってなんぼですよ。まあ今日自分はただのカメラ小僧でね、こう絶対領域を追いかけ回してたんで、はい。もうこ、はい、すいません、ごめんなさい。この下の画角を撮りすぎて。神様、すごいっすね、これ。お腹パンパンで。これ、イワシ。覚えてます？イワシ食って、カタクチイワシ。ブリンブリンですよ、この絶、ここ絶対領域ですよ、この。いや、ビュンビュンで、新しい絶対領域を見せてください。新しい絶対領域を。ニューワールドですね。カメラ小僧が今日一匹紛れ込んでますけど。やりましたね。やりましたね。やりました。大きな魚を釣れました。大きな大きなシーバスが、でかいね、やっぱ今日のは。なんか昼に吸い付かれたようなとこあるな。あれ大きいわ。昼じゃ釣れました。釣れました。釣れました。あとブリがでかい。そう、巨ブリが。ちょっと取ってもらったらいいよ。巨ブリが。シーバスでもいいから。うん。
でもどうやって持って帰るってだったら、とりあえずシーバス1匹持って帰ろう。飼育しよう。飼育しますか。うん、1匹ちっちゃいやつ持ち帰る容器とかある。うん、持ってきた。エアあると。マジっすか。入りますか。うん、120の持ってきた。おお、すげえ。いや、今日はこのブリヒラマサやりましたね。やりました。大きな魚が釣れました。持てるかな。持って、突き出して、持って、上に、ほら、上に上に、もっともっと上に持ち上げて。これ他、接待接待で今回、はい、南ちゃんが、あ、ピョンちゃんだ。ピョンちゃんを成長させるために、はい、神様と菊池さんに協力していただいて本当に感謝してますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、菊池さん、今日ぴょんちゃんとおーちゃんさん、おーちゃんさんからもういろんな接待をしていただいて、ぴょんちゃんありがとうございました。今日満足しました。私特別なセット受け取る。そう、ローアングル、ローアングルの特別な接待を、あのカメラ小僧おじで、カメラおじさんなんで、カメラおじさん、すべてはぴょんちゃんを成長させるためなので。そう、カメラおじさんになりきったんですよ。今後あのローアングル高橋にちょっと改名しようかなっていう。常に女性を下から下からみたいな。すいません、ごめんなさい。もう本当パワハラセクハラでね、社内で問題になってるんで。はい。次がブチ切れです。ブチ、あ、それもでも、それ、こっちに切れてほしいですかね。すべてがあの本当に。じゃあそれはまた次回の。そうそうですね。次回の。ということで、おーちゃんさん、はい、今日本当ローアングル超高。映画美脚。映画ローアングル。そしてピョンちゃんが100万人になるように。お願いします。神様のおかげでいけますよ。絶対領域よろしく。ばっかりぶりまで仕入れて。重いね。私が出しています。ナイス。そして巨ぶり、これで100万再生だ。よっしゃ、 YouTuber としてやっていくぞ。お疲れ様。疲れたね、ほんと今日撮影とか。今回ハードでしたね。ちょっと波もあったし、はい、なかなかしんどい。おいおい、えお前らさっき煽ってきたよ車で。いや、めちゃめちゃ危なかったやんか。いや、煽ってないですよって。ああ、暴力、暴力やめよう、暴力。ええ女やない。あ？やれお前。やらせろお前。やらせろ。めっちゃキモい、キモいな。ん？もう一回、もう一回言って。めっちゃキモいな、マジで。やめろお前、何やったんだ。土下座しろ。土下座しろお前。いいっすか土下座。おう、もっと下からローアングルで。ローアングルで土下座。土下座しろお前。早う。おう、お前何見たんじゃん。気持ちいい。いやー、これはもうオブザブゼーションですよ。これナウでしょ。今観察してます。今ラーメンの様子を観察してます。これいいっすよ。で、ぴょんちゃん、ぴょんちゃんやばいっすね。あー、ぴょんちゃんいいんだ。うまいっすか。いや、どうぞ、これが食べてください、お先に。いただきます。あ、もう海苔がうまい。やば、カメさん、やっぱラーメンには海苔ですよ。そうですよ、風味が増しますからね。これでも、クソ辛いんじゃない。これ辛いでしょ。どうすか。あ、四川辛いですね、これは。やばい、やばいですね。これ全部辛いよ。多分辛すぎだろう。辛いやつがこんなのっとんの。いや、俺は無理だ。ベロ痛いレベル。痛っ。やっぱこれ、うまいっすね、藤井一は。やば。あんた何食べてる。ニラトッピングや。うん。やば。醤油。激辛。四川味噌。ナイス、俺が頼んだ。